太陽チャンネル。はい、みさこんにちは。太陽チャンネルでーす。はい、太陽チャンネルでーす。はい、ということで、今日は、ディズニーランドで買ってきた、はい、グッズとか、はい、おもちゃとか買ってきましたー。はーい、そうなんです。一応ね、これ夏に行ったんだよね。7月に行ったんだけど、ずっと忙しくて、開ける動画を撮れなくて、もう2ヶ月経っちゃいました。はい、で、実はディズニーシーで1万円企画、1万円でお土産何を買うのかっていう企画をしたんだけど、ダメ。これだと思ったら4500円足りなかった。あといくらだって？あと3400円。おお。1万円じゃ収まりきらなかったよね、結局ね。はい、ということで、何かとか1個ずつ出していきましょう。じゃあ開けます。カバン。あ、そう、これはね、あとダッフィーちゃんとステラルーちゃん、あのダッフィーフレンズのお店で買いました。バッグね、お土産バッグ。はい、かわいい。おー、来ました。これは何ですか？ベイマックス。私の名前はベイマックス。かわいいね。これは太陽欲しかったんだよね。はい、いつもこうやって。あ、そうなんです。いつもそれで寝たら太陽。振りまで動くんだよね。ダメだそうです。はい、で、これじゃじゃん、かわいいでしょこれ。ダッフィーちゃんのフィナンシェキャラメル味で、めっちゃ美味しそうだったし、食べたらこのケースかわいいな、置いとけるじゃんと思って買ったんだけど、なんと賞味期限が8月24日で切れておりました。残念。この入れ物を使いたいと思います。はい、で、これ見て、35周年のかわいいヘアゴム。これね、ランちゃんがつけてたの、めっちゃかわいいです。多分ね、つけてた写真があると思います。こんな感じ。じゃん。あれ、それは何ですか？お、大砲。大砲。それはね、トイストーリーマニア。何に乗った？そうそう、トイストーリーマニアに乗って、これ、トイマニこれだよね。うん。これ撃っていくんだよね。これ、太陽さ、このトイマニめっちゃ気に入って、2回も乗ったんだよね。1回目はお母さんと2人で乗って、で、もう一枚、ファストパスが、お父さんがね、子守っていうか、バシャランが寝てたから、お父さんの分使ってね、太陽一人で、トイマニに乗ってきました。トイマニめっちゃ楽しかったらしいです。おい、なんか撃つ。はい、で、これは前回、前々回撮ったやつ。あー、これ、あなたなんせか、これ見せてあげて。これが欲しい欲しい言うて。これ何ですか？カメラ。カメラのキーホルダー。それ見たら何が映ってる？なんか映ってる。映画見たの？あ、人が映るわけ。はい。続きまして。ここ見てる。あ、かわいい。ミッキーの。あ、かわいいかわいい。気になった方は買ってみてください。売ってるかどうかわかんないけど。で、これが馬車が選んだバズの車に変わるやつね。車に変わってバズにもなるっていう、これを買いました。はい、はい、次は、うわ、ね、また出ました、銃。これは太陽がこれ欲しいって言った時に喧嘩になると思って、もう一個これ馬車用に買ったんでね。これすごい音がリアルだよ。でさ、音がめっちゃ、ほら、音が合う方が、そうそう、すごいよね。はい、続きまして、あ、で、これランちゃんだ。これランちゃん、このポーチがいいんだけど、なぜかこれを選んだっていう。あ、お金入ってた。あ、ピアス入ってた。あ、よかった。これ探してたんだ。お金とスーベニアメダルが入ってる。あ、これあれじゃない？東京ディズニーセレブレーションホテルだ。この前泊まったホテルでやったスーベニアメダル。で、このカメラはスーベニアホテル。違
セレブレーションホテル。セレブレーションホテルで。そう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 。買いました。セレブレーションホテルのお土産屋さん。そこに売っていますので。はい。買ってみてはいかがでしょうか。はい。はい。え、こんなの買ったっけ。買ったよ。もったいね。あ、これ前々回買ったやつだ。あ、で、あなたこれも買ってんだよ。どんだけキーホルダー買うって感じなんだけど。え、見せたらいいなんかこれ、いや、なんかこれはめてたよ、キーホルダー。そうそう、はめてたけど、その動画撮ろうと思って外したいの、ラストセットから。でもまたもう一個つけてるじゃん。この前ディズニーストアで買ったでしょ。今つけてるじゃん、35周年のキーホルダー。あ、じゃあこれとこれ。うん、いいよ、つけて。はい。で、これステラルーペ。これはうちのおかんにあげようと思ってお土産買ったんです、はい、おかんに、ユアバージョン。はい、また私も。で、お、これ。で、これもバシャが買ったやつ。バシャね、トイストーリーめっちゃ好きなんですよ。はい、これを買いました。うん、そう。で、これがパイレーツサマーの。いや、これは。え？紹介した？これでーす。はーい。これもパイレーツサマーの巾着袋ですね。うん。これあれしようか。あの、コップ入れしようか。学校に持っていくやつ。もったいない。でかい。使わない。でかい。ダッフィーちゃんとジェラトーニのトミカです。かわいい。今回トミカ4台買ってきました。あれ嘘かな。あれ、あ、そうだそうだ、4台。はい。それはさ、前々回だよ。ちょっとつけてみよう。いや、それ前々回だって。はい、前々回。あれ、え、なんかサングラスめっちゃ増えてない？嘘か？あれ？これ？ちょっと電気つけてる。下にありますよ。そうだ、それで、あ、で、そう、1万円近くで納めようと思って、そうだそうだ。かわいい。タオル、これ買ったんだ、忘れてた。ステラルーちゃんのタオルと、これよ、ガーランド。これつけようよ。これ絶対かわいいじゃん。
フリマサイトで高額な値段がついたりしてます。これは、はい、この前プレゼントでももらったんですよね。後ろに書いてあるこれミッキー型に、そう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 、ミッキー型に出るのよ。手洗うの楽しくなりそうだね。はい、手洗うの、はい、はい、以上ですね。ということで、はい、あ、全然1万円じゃ収まりきらないよっていう動画でした。はい、ということで、次はいつ行けるかな、ディズニーランドね、うん、来年。あのね、夏は無理だよ。夏は暑いから、ね、10月に行く予定だったんですけど、10月は行けなくなっちゃって、もしかしたら来年早々行けるかなっていうお話が今来てるので、また楽しみに頑張りましょう。はい、ということで1月に行く人は会いに来てね、はい、そうだね、ディズニーで会えたらよろしくお願いします。まーということで、さよちゃんね。